中乱獲妖精鳥だ。釣りじゃない。妖精鳥は（笑）もはや釣りでしょ。だってそんなの。ネズミ風車小屋に出るんかな。だな。あ、この湖は妖精鳥がいるだけ。そうなんだっけ。東の風車牧場にはあれよね、あ、ババアたちがすごい楽しそうに踊っている。なんか基本的に無害なんだよな。あ、やばい。ババー、やばい、気づいちゃった。消化できた。あ、綺麗。まあじゃあここ行ってみる。村の風車牧場。今週のやつらにめっちゃいいよね、それ村。いた。俺足音しないから気づかれないんじゃね。切っているなぁ。もう骨しか残ってないじゃん。馬ついに食い漁られてるわ。まあ特にって感じだ。本当になんかこの今週の二人組がやってきて、犬と一緒に風車小屋を奪ったって感じなのかな。かわいそうに、とどめ俺だけど。ちょっと風車村寄ってみるか。風車村ドミヌラ一回計測しておこう。ここ暗いなあ。まあ夜だからなんだろうけど、
ここのババアたちもあれなのかな。特に危害を加えなければ最初は有効的なのか、有効的というよりかはなんかすごいアイテム、みんなアイテムあるって。あ、これさっき持ってるババおったぞ。祝福の大頭蓋。大土だ。色とりどりの布と花で飾られた大土、風車の裏ドミヌラの祭、祝祭で用いられる踊り子たちの祭具。人としては大きすぎる頭蓋骨で作られる攻撃命中時わずかなルーンを得る。へえ。獣じみた方向を上げ野蛮の方向だ。これ自らを鼓舞し攻撃力が高めるぜ。いつもと同じじゃない、野蛮の方向だった。前見た気がする。何か忘れた。怖いわ。たまに笑いがなくなる。めちゃめちゃ怖い。馬が。特に攻撃しなければ敵対しないから放置してるけど大丈夫かな。これなんかルールの意味、こうあるタイミングを境に急にめちゃくちゃ攻撃してきたらどうしよう。それは困るけど、アイテムないかな。カス多いな。しかもこいつは結構硬いんだよな。やっぱ触れん神なんてやるわ。近づかん方がいい。ここも地味にあれだよね、なんか霧がかかってて防具がいいかな。玉ねぎ防具を出さないと遠くまで見渡せないんだよな。大丈夫、なんで人骨のかけなんて思ってんだよ。お前を倒したからお前の肉体から取ったの、それとも所持アイテムだったの。ベルベルクマフレン、楽しそうに踊ってるやつらの中に混じって、何人か踊ってないやつらがいるな。何なんだろうな。指からもなんか今聞こえてきた。まだいるんだなこれ。終わったわ。絶対あの犬は襲いかかってくると思って倒したが運の尽きだったかもしれない。こっからトレントでいけるかな。上から行かんとダメかな。いけるわ。
医者に行くから。あれじゃないの？ん？違うか。マリカある。お祈りしてる。ダメそう。先制攻撃した方がいいんじゃねえかな、もうなんかなんかされる前にもうやっつけといた方がいいんじゃないかな。安全な狙撃っぽい。あ、下降りろってか。下から取っちゃったんだよな。呼べちゃう。お前見肌の人だよね。痛い。なんでこんなとこにいるの。何してんの。取れねえわ。マジこんなところで何してんだろう、見肌の人。ウミムラ、なんかあるんか。関係が。あ、ミリセント。もう義手使い込んで、え早くに、ね、この間渡したばっかりじゃん、お前。すごっ。切られる。やばい。やばい、ミリセット死んじゃう。死なないで。はい。おいしょー。はい。かっこよ。え、かっこよ、ミリセット。肌そぎ、なぎ払う心。これ使えるんだ。切り裂く鎌の刃とうがつ螺旋の針を持つ、非色の両刃剣。見肌の人たちの獲物。対称性のない異形の両刃剣であり、使用には熟練を要する。戦火、戦技だわ。黒煙の渦。武器を回転させ地面に突き刺し、
渦巻く黒煙を呼ぶ宣言。長押しで回転時も黒煙の渦が発生する。へえー、あっちょいいじゃん。これスペルだ。あった。宮田の人たちの黒煙の起点の一つ。黒煙により前方を大きく焼き払う。試し用により広範囲を焼き払う。黒煙とはすなわち神狩りの炎であった。しかしマリケスが運命の死を封じた時、その力を失う。じゃあただの今はあれなんだろう、熱い炎、炎なのかな。ふう、ああいる、ミリセント。技術使いこなしてる。We meet yet again. The arm you gave me truly is a thing of wonder. It feels just like my own. Even handling a sword. Perhaps it is foolish to say this to you of all people, but I am sure of my skill with the sword. Thus, I would have you call upon me in battle again, should you ever have the need. I would have you call upon me in battle, should you ever have the need. It is the only way.That I can express my thanks. かっちょいいじゃん。I would have you call. It is the only. ミリセントなんかあれだね。前まで結構顔のあたりとかに血痕とかあって、まあ今もなんかあざっぽい何かあるけれど、なんか顔つき変わった気がする。え、三肌の人なんでこんなとこにいるんだ、マジで。ドミノラ何なんだ。風車村高台。ドミノラって、なんか、あれなんかな。それこそ。こっからなんか、三肌の人たちが出てるとか、なんか出身地とかそういう話？え、わかんねえ。こっち見てみる。なんかここにも風車村あるよね。そのもう一個集落、なんかちっちゃいさ。ちょ、それだけ確認しようぜ。ミリセントいなくなってる。移動したのかな。今度はどこ行ったんだろうね。こっちのババアはあんまり楽しそうじゃないんだよな。何それ。しかも数が多い。わっ、服もらえた。どっちかというとハゲ取ったが近いやろうけ。気持ち悪い。自分の腕噛み切って食われるよね。多分血で目つぶしとかそういう話だよね。ディアボロがさ、ホルナレフにさやってたやつみたいな。待って待って。
黄金樹の守り、祈祷だ。周囲の味方を含め物理を除く全ての属性カット率を高める。長押ししてる間は祈り続け効果は発動しない。その始まりにおいて黄金樹の敵は全てだった。数知れない戦いと勝利によってそれは率となったのだ。なんかいきなり出てきた黄金樹に対してはみんな否定的だったんだな。まあじゃあここはこんなもんかな。風車村自体は、じゃあ罪人奥義のその小脇、罪人奥義の道の小脇までのこの間をちょっとだけ見てみるか。見事に何もなかったです。